はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日は埼玉県の川口に来ております。しかも川口駅ゴリゴリ目の前でございますね。もうね、サムネでもバレてるかと思いますが、本日は家系ラーメンをすっていこうと思います。川口の家系と聞けばピンとくる方もねいらっしゃると思うんですが、本日もですね武蔵屋さんシリーズをやっていこうと思います。イエイ。川口の武蔵屋さんはかなり人気店みたいでして、僕もね SNS で上がってくるのよく見るんですけど、スープから麺から具材からとにかくね美味しいと評判みたいでして、僕もね今日来るの楽しみだったんですよ。ちなみにね、川口のこの武蔵屋さんでは特別なね、なんかすげー盛られたライスのメニューがあるらしいので、ラーメンと一緒にそちらも一緒に食べていこうかなと思います。ということで、ただいまですね僕の後ろに見えております川口の武蔵屋さんでございます。そろそろですね約束の14時になってますので、店内に入って美味しいラーメン食べていこうかなと思います。ということで、ただいまですね川口店さんの店内に入っております。いつも通り通常は並盛りをいただいて、その後にいろんなねカスタマイズをしたラーメンを食べていこうと思うんですが、こちらの武蔵屋川口店さんでもこれライス無料となっておりまして、先ほどオープニングでもお話ししたねこの武蔵山と武蔵森というとんでもないねでかいご飯のサービスもございます。ただもちろんですねサービスなので食べ残しは現金でお願いいたします。で今回はひとまずこちらの大ライスにラーメンの波を注文させていただきました。ということで、ただいまですねラーメン到着いたしました。またこちらのラーメンも超濃厚そうですね。うまそう。うわ、早速ですねこちら出来たてをいただきたいと思います。うわ、もうレンゲ入れただけでトロトロですわ。いただきます。あー、うまっ。ちょっとねこのスープ、一口目から骨感全開ですわ。うわ、しっかりとね熟成も進んでるいいスープよ。うん、もうちょっとね我慢できませんので、こちらのね麺いっちゃいましょう。絶対うまいもんなこれ。うん、うん、うん、結構ね今までのお店と比べると普通めの茹で加減でもちょっと固めかも。これがねしっかりとこの骨感の強いスープと合うんですわ。早速こちらはね麺のっけてライスといっちゃいましょう。また食べ進めてるとさ、最初は骨っぽい感じの熟成した味があったんだけど、だんだんねこのお肉の出汁感っていうのかな、それも感じてきたかも。海苔とほうれん草ね、うん、これもしっかり絡めますよ。やっぱね、ちょっと並盛りだとすぐなくなっちゃいますね。で結構ね武蔵屋さんシリーズのコメント欄でこれやってくださいっていう要望があったのが1個あったんですよ。この海苔だけをしっかりとスープに浸して、この海苔だけでこう巻いて食べてというご要望がありましたんで、ちょっとこれでいってみましょう。もうちょっとあえてねお米少なめでいただきます。うん、うまいね。
家系いろんな店最近は食べてますけど、お店によってね毎回全然違うから飽きないね。うん、足んなかったので今小ライス注文いたしました。まだね具材は余ってるんだけど、残りの具材はそのまま食べますわ、とりあえず。ということで、ただいまですねこんな感じで具材味玉を残して完食させていただきました。ここにさ今注文した小ライスをドボンと入れまして、最後はさこの味玉をほぐしつつ、よいしょ、雑炊風で最後は締めたいと思います。いやうまそう。スープがねもう本当に具材それぐらい濃厚なんで、しっかりとこれご飯絡めていただきます。ということで1セット目のラーメンなめにライスはもうね全てきれいに完食させていただきました。ごちそうさまでした。ということでですね、続きましてそのまま2杯目を特製のラーメンにプラスアルファでねちょっとお好みでトッピングをしながら我が物注文していきたいと思います。こちらのね川口の武蔵屋さんではもちろん通常のラーメンや特製で九条ネギなんかも結構おしてるみたいなので、そういったトッピングのあるラーメンなんかもあるんですが、それ以外にもね、まあ、ちょっと僕なんか嬉しいなと思っちゃうお子様ラーメンっていうものが500円でございまして、まあ、なかなかね、お子さん連れできた時にどうしても並盛の量が全部食べれないとかあると思うので、ご家族連れでね、いらっしゃる際にはぜひねお子様ラーメン注文していただいて、皆様がね楽しめる適量で、美味しいラーメン楽しんでみてください。で2杯目が全部のせラーメンかの大サイズにご飯がですね、先ほどご説明させていただきました武蔵盛りという1キロあるご飯を一緒に注文したんで、大ラーメンと漫画萌えのようなライスいただいていこうと思います。到着しましたよこれ、ちょっと画面越しだと分かんないかもな。これが武蔵萌えの1キロですね。ということで、ただいまですね2杯目到着いたしました。今回ねいただきますのが全部のせの大ラーメンでございます。さらにね、海苔を追加したりちょっとねネギも増えちゃったりしてますが、こちらとね合わせて武蔵盛りご飯いただきたいと思います。ちなみに2杯目なんでガツンとするように油多めで味も濃いめにさせていただきました。早速こちらいただきます。とまずこれ濃いめにするとどんだけパンチが上がるのか、ちょっといただきます。おーガツンガツンよ。色味とかでは分かりにくいと思うんだけど、やっぱこの液体油も確実に増えてますし、何よりもこの一口目に醤油感がバンときますね。これはさらにおかずになるスープだわ。うまっ、これでご飯いけるもん。うまっ。ちょっとさっきできなかったこれ、チャーシューをしっかりスープ浸して、こちらをこう、このおかずはやばい。うまっ。もちろんねラーメンが主役なんだよ。ただお店さんもね言うようにライスがぴったりってことだから、本当にねどっちも主役級でうまくしてくれる、まあ、そういうラーメンだね。うまっ。濃いめにした時の麺がおかずになる感じ、もうレベルが段違いだね。超おかずだよ。やばいな。うん。合うな。うまっ。
で、こちらの武蔵屋さんもね、もちろんカッパというお漬物と一味の醤油漬け、これも無料で各所にございますので、これもちょっとね、一緒にご飯に合いたいと思います。こんな感じでね、カッパも和えましたんで、あとはこちらの一味ですね。よし、ほんとね、この2種だけで米ガンガン食えますからね。うまっ。ああ、俺これがたまんなくうめんだよな。やっぱり武蔵屋さんってもちろんね、いろんな多種多様なジャンルというか系統のね、家系ラーメン店舗によって違って出してるんですけど、こういったね、イメージ通りのザ・武蔵屋さんのラーメンを食えると幸せよね。もう結構ね、武蔵屋さんのラーメンってもちろん主食であり、おかずでもあるんだよね。米が進む進む。さすがにね、並盛りとご飯2杯、その後に大ラーメンと1キロのご飯食うとお腹溜まってきますね。今日もですね、もう完食間際でございます。やっぱ毎回思うけど、こうなってくるとちょっと名残惜しいね。そしたらもうこちらの具材で最後でございます。ありがとうございます。ということで、本日もですね、こちらしっかりとラーメン、ご飯と完食させていただきました。ごちそうさまでした。はい、ということで、ただいまですね、武蔵屋川口店さんでラーメン食べてまいりました。もうね、このシリーズ4店舗目になるんですけれども、同じね、武蔵屋さんといえど、やっぱりね、店舗によって、各々ね、特徴が違うんだなと実感しましたね。僕の第一印象としては、中野の本店さんにも近しいような、まあ、濃厚なスープだったんだけれども、それでもね、やっぱりちょっと違うのよね。で、今回の総評、なんですけれども、まずは油が、プラス1の多めかな。で、返しが強めにプラス2。で、濃厚さに関しては、プラスに 2.5 でございますね。多分ね、数字的には中野本店さんとほぼ一緒ではあるんだけど、実際にね、食べてみると、本店さんに比べると、よりフレッシュな骨粉の味わいがして、こう一口目からその豚っていうか動物系の旨味がバンと鼻を抜けるんだけれども、重たさが少ないって言ったらいいのかな。で、かつね、スープ自体もかなり乳化が進んでるので、もちろん油、そして返しと、これも強めではあるんだけれども、そのね、乳化具合によって、結構ね、まろやかに感じるような仕上がりとなっておりました。もちろんね、骨粉もしっかりと入ったスープなので、本当にスープなんだけど、おかずのような、もうラーメン全体がね、ご飯に合う、そういうバッチリと仕上げられたラーメンとなっておりましたので、ぜひね、皆様も、少なめとかもありますんで、お腹にね、余裕があれば、ラーメンと共に、ご飯とね、一緒に食べていただければなと思います。まだね、次の5店舗目はどこに行くかちょっと決まってないんですけれども、まだまだですね、武蔵屋さんは全国にいっぱいございますので、今後も回っていこうと思います。このね、動画のシリーズが面白いなと思ってくださったら、ぜひチャンネル登録やコメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりまして、そちらは概要欄の方からチェックをお願いいたします。それでは、次の動画でまたお会いしましょう。じゃあね。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。ということで、本日2回目の米編コーナー行きましょう。まずはじめにご紹介させていただくのがこちら、
これね、本当悩みなんですよ。まあ悩みと言っても別にね、顔がでかいことに対して全く悩んでない。むしろね、初めて会った人に絶対覚えてもらえるから全然いいんだけど、ただね、同じものを女性と僕が食べ比べた時に、同じもの食ってるのにすげえちっちゃく見えるのよ。結構食ってるよってやつでもめちゃくちゃちっちゃく見えるから、やっぱりね、デカ盛りがデカ盛りじゃなく見える。これはね、ちょっと悩みではある。ただまあその分、なんか普通に見えてみんなもね、食べたいなとか思ってもらえるかなとは思うので、いいところもあり悪いところもあるんだけど、まあ僕も体も顔もちっちゃくなってね、3キロぐらいでもとんでもなくデカ盛りに見えるような見た目にはちょっとだけなりたいかも。そしたらこのあたりで2つ目のコメントをご紹介させていただきます。今ね、紹介しているコメントが前回動画を公開させていただいたカレートーストのお店カフェろくろさんのやつなんだけど、わかる、これめっちゃわかる。僕もね、もちろん中身ふわふわの部分大好きなんだけど、こうトーストした時にさ、カリカリの耳で香りもすごくいいじゃない。だからね、やっぱりこの白い部分ももちろんメインなんだけど、パンってさ、この耳の部分もメインよね。なかなかこう撮影でもパン系行くことも少ないですし、普段もね、基本的にはこう健康面気使って普段ね、炭水化物取らないので、なかなかこうパンを食べる機会は僕も少ないんだけど、やっぱりね、街のパン屋さんとかさ、めちゃくちゃ惹かれませんか？やっぱね、僕見るとどうしても買いたくなっちゃうんですけれども、まあ今後もね、やっぱこの撮影という名目を使って、今後もですね、ちょっとずつパン食べていこうと思います。そしたら本日3つ目、苦手食材は何ですかと。仮に苦手食材があればそれの克服の大食いなんてのも面白そうじゃないですかというコメントなんですけど、これね、僕も動画に何回も食べてはいるんだけど、生パセリ、これがね、どうしても苦手なんですよ。乾燥パセリとか彩りにかかってる分にはもう全然香りとかもむしろ好きで、彩りも豊かになって食欲もガンガン湧いてくるんだけど、どうしてもね、生パセリのえぐみというか、この香りの部分が苦手でして、もう噛んだ瞬間にこうブルブルって体が震えるぐらいちょっと食べられないんですよ。ただまあね、大食いとしていただいた出てくる食材に関してはね、やっぱりどうしても全部食べたいなっていう気持ちはあるので、ちょっとこう克服するために大食いしたらむしろもっと嫌いになっちゃうと思うんで、それはやらないと思うんだけど、できればね、まあちょっとずつでいいから好きになっていけたらいいなと思います。やっぱりね、大食いにとってね、苦手な食材はなければないほどいいからね。そしたら本日最後のコメント返信はこちらです。最近はこうデカ盛り系とかラーメン系だけじゃなくてね、いろんな種類ジャンルをね、紹介してくれて嬉しいっていうコメントなんですけど、いや、これ本当にありがとうございます。むしろね、やってる僕もめちゃくちゃ楽しいです。というのもやっぱりね、こう視聴者様に美味しいもの、まあそれを見てもらって美味しいって感じてもらえることっていうのかな、それが僕にとっては一番嬉しいので、こういった並盛りだとか、あとは一般の人でも頑張れば食べられるかもみたいなデカ盛りをご紹介した時に、皆さんもね、こう食べられるかもとか食べてみたいっていう気持ち強まると思うので、やっぱりそうやって思ってもらえるようなね、動画を自分で作れるのも嬉しいですし、やっぱ何よりもね、こうお仕事でいろんな僕自身も知らないような美味しいものに巡り合えるっていうのは本当これ貴重な経験なので、半分ね、自分のためみたいなところはありますけど、今後もですね、こういったデカ盛りとか今までやってきたようなラーメン以外もですね、いろんなジャンル、食べ物、それにお店なんかをね、この動画を通して皆様にご紹介できればいいなと思っております。ということで、本日の、米編コーナーはこの辺りで終了させていただきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。それでは、じゃあね。